今日はまた八ヶ岳に来てます、今日は雨じゃの北稜か、中岳を登る予定です。雨で北稜だとバリエーションルートでソロなんですけど、まあ、場合によっては、後半ルートバリエーションルートは巻いて普通に雨だの頂上に行くだけとか、この辺はちょっと臨機応変に行こうと思ってます。ソロでそれなりに危ないので、では行ってまいります。はい、今阿弥陀の北稜の取り付けに着きました。最初ちょっと曇ったんですけど、だんだん晴れてきました。見てください、この景色。これめっちゃ綺麗です。すごい、めっちゃ綺麗です。早く急いで登りたいと思います。これ多分1ピッチ目みたいなところ、1ピッチ目を多分登り終えたところです。はい、まあ一人なんでソロなんでピッチ切ってないですけど、このまま登っていきます。
バエとリッシュが引っかかってばっか、どうにかなんないかな。そうです、測量阿弥陀岳、今阿弥陀岳登頂です。はい、今もう測量阿弥陀の山頂ちょっと休憩してもう降りてきてます。山頂ちょっと人がいたんであんまり撮らずに降りてきてます。富士山がめちゃめちゃ綺麗です。赤岳とかもめっちゃ見える。また来れてよかったです。ちょっと YouTube 動画しばらく更新やめるって言ったんですけど、やっぱ動画は撮ってます。だってこの景色ですね。こっちもすごいし、富士山もすごいし、反対もすごいし、全部すごい。来てよかった。最初ねもうちょっと帰ろうかと思ったんですよ。途中で危ないなと思って嫌な予感してやめようかなと思ったんですけど、来ました。よかったです。この後は阿弥陀と赤岳の間の沢みたいなところを下っております。まだ12時になってないので結構早いペースで登れました。では帰ります。下山してきました。今は阿弥陀岳を下山してきて行者小屋まで来たんですけど、行者小屋から二度と山荘の方を帰るんじゃなくて一回赤岳高専の方行って帰ります。
単純になんか気持ちの問題なんですけど、畑高専からの帰るのが楽なので、僕はですけど、距離的に、距離と時間的には直接帰った方が、行者小屋から直接帰った方が早いんですけど、僕はちょっとなんか楽な、長いけど楽なんですよね。なんかなのでちょっと遠回りして帰ってます。はい、今日は晴れたっちゃ晴れたんですけど、すごい晴れたわけではないんで、ちょっとあれですけど、でもまあまあまあいい方です。風もなかったし、まあもう厳冬期が終わって、厳冬期終わったことなのかな、もうちょいなのかなっていうぐらいなんで、なんか年末年始ほどの寒さはもう最近ないですね。よかったです。あとは畑高専に行ってちょっと休んで買います。もうちょっとで、駐車場まで着きます。今日は阿弥陀岳、北陵のソロバリエーションルートソロで、日帰りで行きました。ちょっとバリエーションルートなんで、ソロはもうこれぐらいが限界かなってところです。これ以上ちょっと難しいところとか危ないところだとかちょっとリスキーだ。はい、まあ今日とりあえず無事行けてよかったです。はい、やっぱなんか行者小屋から帰るより岡崎高専から行った方がなんか楽です。楽です。もうちょっとで着きます。それではさようなら。